皆さんこんにちは。日本に住んでいる韓国出身ケジアジマです。前回パッチムの動画をアップしたんですけれども、ご覧になりましたか？はい、ハングルが読めるようになりたい方は、まず基本母音、基本子音、激音、濃音、パッチムの動画、この5本の動画を見てから来てください。そうじゃないと理解できません。今日最終回です。最終回、合成母音いきます。ではまず A の発音いきます。英語の H みたいな形してますよね。1,2,3 って書きます。 A と読みます。じゃあ単語いきます。 B の音に A が来ました。 B 船という意味です。 C S の音に A が来ました。鳥という意味です。 ジウゲ消しゴムです。ゲ、K の音ですよね。 K の音に A が来ました。ゲ、自由ゲ、消しゴム。ゲーミー、ゲーミー、 K の音に A が来て、四角は M の音でしたね。 M にまっすぐ棒は E でしたよね。だからゲーミー、アリです、アリ。じゃあ次はですね、H みたいなやつにもう一本短い棒が追加した形なんですけれども、書き方は1、短い棒を2本書いてから閉じる。イエイエと言います。イエギイエギ、お話。ハエヨハ、 H の音にアですね。イエ、丸にイエ、今習ったイエが来ました。ヨハエヨは白いですという意味です。このイエーに関しては単語が少ないので、これぐらい覚えとけば大丈夫です。次行きましょう。 A まっすぐ棒を、短い棒を書いて長い棒を2つ書きます。 A 中世よ、中世、 S の音に A が入りましたね。なので合わせると世、中世よ、くださいという意味です。ウユ、中世よ、牛乳ください。キムチ、주세요、キムチください。せす、 S の音に A、 さっきの주세요のせと一緒ですね。せ、 S の音にう、す、せす、せす、顔を洗うことをせすと言います。かげ、 K の音にあ、 K の音に A が来ました。かげ、店という意味です。べげ、べげ、B の音に今習った A が来ました。だから B ですね。 B ゲは K の音にさっき習った H みたいなやつ A が合体してゲ、ベーゲ、ベーゲ、枕です。じゃあ最後は短い棒2本と長い棒2本、四角、これがイエです。イエイエイエ、これははいという意味です。なんか聞かれてイエというとはいになります。しげしげ、 S に I の E の音、し、 K の音に今習ったイエが来ました。げしげしげ、時計です。漢字一緒です。時計のとはし、 K はげと言います。せげせげ、 S に A、 さっき習った A ですね。せゲは K の音に今習った2本2本のやつ、ゲ、せげ、世界、チャレ、チャレ、CH の音に A、アの音、チャ、チャ、チャ、レ、くるくるはラリルレロ、で、イエ、今習ったイエ、レ、チャレは順番という意味です。この H みたいな絵と、この短い棒1本と2本の絵、これどう違いますか？H みたいな絵の方が、より口を横に広げます。この絵は、になります。こっちの方が小さくなりますね。H みたいなやつが大きくなるだけです。あと意味が違うので、意味を見て、分けて使ってますね。例えば、ハングゲーガヨ。韓国に行きます。どこどこにっていうのは絵を使うので、絶対こうやって書きます。H みたいな絵使いません。あと、リンゴは、韓国語でサーゴアって言うんですけれども、英語で表記するってなった時にエップルをハングルで書くと
プルになりますね。よりエーで口が広がるのでエーで H みたいなエーを書きます。こういう風に分けています。じゃあ次はワーいきます。ワー、これはおという母音とあという母音を合体してうわ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 ずっと言うとワーになりますね。はい、わー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 。グワージャー、グワージャー、お菓子です。サーゴアサーゴア、さっきリンゴって言いましたね。サーゴア、ケの音にウアーが合体してゴアゴア、サーゴア。キワキワ、河原。ファーガファーガ、 H の音にウアーが入りましたね。ファーファーファーガ、画家画家です。ファージャンシル、ファージャンシル、H の音にワーだからファージャンシル。これ漢字で書くと化粧室って書きますが意味はトイレです。次、ウェ、オにイを合体させてウェウェウェ。フェーサーフェーサー、会社。チェーゴチェーゴ、最高。スエゴギスエゴギ、牛肉です。ヌエヌエ、 N の音にウェが入るとノーです。ノーウェウェ、オに H みたいなエが合体しました。ウェウェウェ、なんでという意味です。なぜなんでドゥエージ D の音に今習った OH が合体するとドゥエドゥエージ豚です。豚ドゥエージゴギ豚肉。ウォーウォー、ウに O を合体しました。ウォーウォー、ゴマウォーよ、ありがとうございます。ゴマウォーよ、皆さんカムサハムニダってよくねおっしゃるんですけど、正しい発音はカムサハムニダになります。ですごい硬いです。デパートのスタッフとか、保険の窓口とかそういうとこ行くとカムサハムニダこういう風にしますけど、非常に硬いです。なので普段の会話だとこんばんはよってよく使うので全然失礼じゃないです。よがないと失礼ですけどね。こんばんははありがとうなので、タメ口なんで友達にはこんばんはって言いますが、こんばんはよ、よがついてればありがとうございますマスになるので全然失礼じゃないです。こんばんはよ、こんばんはよって使ってみてください。どうわよどうわよどうわわわよ、熱いです。で友達に言うときはよを取っちゃえばいいです。どうどう、熱い熱い、どうどう。ちゅわよちゅわよ、寒いです。友達にはそうです、正解、よ取っちゃってちょちょちょって言えば寒い寒い寒い。めわよめ、 M に H が来ましたね。 H の音は A でしたよね。めわよ、辛いです。めわめわ、独り言。めわめわ。ウェウェ、ウに A を合体しました。ウェ、これ英語が多いんですけれども、ウェイブウェイブ、ウェーブですね。ウェーブ、ウェディンドゥレース、ウェディン、 D の下に丸はパッチムはうんって響くような音でしたよね。ウェディンドゥクシレース、ウェディングドレス、ウェディングドレスです。ウェイト、ウェイト、ウェイター、ウェイター、はい、ウェイターですね。ウィーウィー、ウにイ合体しました。ウィーウィーウィー、ウィーアーザーワールドのウィーですね。ウィーグイー、 K の音が来てウィーを合わせるとグイーグイー、耳です耳。ジージー、 J の音と合体するとジー、ネズミです。We, we, 上っていう意味もありますし、胃が痛いの胃の胃という意味もあります。なので We がアパヨっていうと胃が痛いです。カー、ウィーカー、ウィー、ハサミ。シーダーシーダー、休む。 S の音に We を合体しました。 She, she, she is a teacher の She みたいな感じでいいです。 She, she, she だシーダ、休む。じゃあ最後、うこのクシとイを合体させてこういう感じですね。うい、本当にこの丸とね、ういうい、いきます。ういういさ、医者です医者。フェイウイフェイウイ、
フェサ、会社の時の会っていう漢字はフェって読みます。ですので、フェ、ういは会議です。アボジ、うい、グドゥ。アボジ、うい、グドゥ。アボジはお父さん、ういはのです。My shoes、そういうね、所有を表す、ういって言います。アボジ、うい、お父さんの、グドゥ、靴。なういグドゥ、私の靴。편의점편의점これは漢字で書くと便宜を図るの便宜っていう漢字使いますが便宜店っていうのは便利な店だよという意味でコンビニのことを편의점って言います。まあ、ネイティブの人は편의점って発音しますが、まあ、今はちょっと皆さん初めて習うので詳しくまたういの発音はまた機会があったら説明します。ちょっと3つに分かれますがそれは今日ちょっとやめます。편의점コンビニです。日本はコンビニエンスストア英語を取って使ってますが韓国は便宜店という漢字を使います。ういじゃういじゃ椅子です。はい、皆さんこれで構成母音が終わりましてハングルの発音が終わりました。これで皆さんハングルが読めるようになります。おめでとうございます。頑張りましたね。はい、ハングルが読めるようになる動画シリーズ今日終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回韓国の動画のレッスンはちょっとないと思うんですけれども、また機会があったらやりたいと思いますのでコメントお願いします。はい、この動画が良かったと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。では次の動画でお会いしましょう。アンニョン。